はい、皆さんこんにちは。いつもお世話になっております。今日はですね、特別番組ということで、火曜日のそしてこの3時から4時まで1時間ですね、特別に番組を撮らさせていただきました。これ急遽決まりました。と言いますのも、遠くはるばるカンボジアの方から素敵な素敵な、本当にね、あの和歌山の人なんですけども、出身がですね、素敵な方が来ていただいております。なのでゆっくりとですね、この、素敵なゲストの方の活動をですね、皆さんにお伝えしたいということで1時間特別番組を撮りましたのでね、じゃあぜひご覧の皆さんはゆっくり見てください。よろしくお願いいたします。で、ご覧の皆さんに分かるようにね、お話しさせていただきますと、あのカンボジアに行かれてからもう11年、はい、で11年の活動をずっとされているということなんですけども、はい、まあ、去年あたりからその全国のテレビなんかでもよくね取り上げられて、はい、有名なテレビではあのありますね、グッサンのあの、はい、あれ何ですかね、地球、はい、地球グッド地球、グッド地球、はい、あれに出られたりとか、はい、で今年もなんか、そうですね、今月の初めぐらいだったと思うんですけど、うん、あのテレビ東京の日曜ビッグバラエティっていうのの3時間スペシャル の一部に出させていただきました。すごいですね、すごいあの活躍をされてて、で、あの、まあ、どんな活躍を活動とかされてるかということを、まあ、あの後でお話しさせてもらうんですけども、まずそのでも地元和歌山の海南ですもんね、はい、このスタジオの近く、そうなんですよ、ね、出身がそうなんですよ、はい、で、まあ、あのひょんなきっかけで僕もこう、はい、あの出会うことができたんですけども、まあ言っちゃおうか、うちのスタッフの、ね、同級生ということ で、はい、で遠い遠い昔の頃、セーラー服を着てた頃って言ったら、さっき怒られましたね、はい、ついこの間って言っといてって言われましたけど、ね、ちょっと前の話です、ね、あのいうこと、はい、ちょっと前の話で、はい、あのスタッフとですね、まあ、いろんな青春をして、ね、共にしたということ で、はい、まあ、こんだけでも僕もちょこちょこはあの伺ってたんですけど、はい、こんな急にあと取り上げられてすごいですね。でもいやー、まあ本当にね、うん、これもいろんな方とのご縁で、うんうん、いろいろつながっていってのことで、はい、まあ、そうしたらご覧の方にね、ちょっと少し説明させていただきましょうかね。まずそのちょっと写真とかをね見ていただきながらですね、どんな活動を普段されてるかいうことをさせていただきたいんですけども、はい、この砂田井熊江孤児院というのは、はい、まあどんな、はい、1998年に、はい、登録されたのかな、の、うん、はい、内務省にローカル NGO 登録をしていて、うんうん、NGO っていうのはまあ、政府とは関係ない民間の組織で、うん、はいはい、まあ、そういうボランティア的なことであったりとか、うん、まあ、社会福祉的なことを行う活動なんですけども、はいはい、そうですね、うちは孤児院ということで、まあ、身寄りのない子どもたちだったりとか、うん、まあ、事情があって家庭では一緒にこう親と暮らせない子どもたちを預かるという活動をしてます。まあ、もちろんそのあれですよね、子どもさんの中にもいろんな事情があったりとか、まあ、ちょっとこう少し読ませていただく前、最近ではその日本では虐待とかいう言葉があったりね、はい、でそこからこう保護された方も確か、はいはい、ですね、サポートされてる、はい、そうそう、いろんな環境によってこういろんな子どもさん一緒にこうその施設の中で見てると非常にこういろんな気配りっていうかな、はい、バランス的にご苦労されてると思うんですけども、そうですね、なんか、まあ、もちろんこう虐待とか、うん、その身寄りがないとかっていう、 こうキーワードだけで考えると、その、まあ、外側から見た人は結構こう先にこう先入観で、うん、なんかこうものすごく傷ついてるだろうとかっていうのがあると思うんですよ。でも実際あると思います、うんうん、でただ私はそこ表面だけ分かったような顔をして子どもたちとは付き合いはしたくないので、分からない部分をその想像するということはできても、私はあなたの気持ち分かってあげてるよっていうような接し方をしないように、でそのそれをすることによって逆にその子たちがもっと自分がそういうかわいそうな子なんやって自分で勝手に思ってしまうっていうのも植え付けるかもしれないので、明るくしてれば一緒に明るくするし、で普段と違う雰囲気があるなと感じたら違うアプローチをしたりとか、また関係ないことで声をかけてみたりとかっていうような、それは自分なりのやり方の気配りなんですけど、うん、なんか必要以上にかわいそう
だというふうに思わないっていうようにはしてます、うん、なるほどね、はい、まあでもすごいですね。でもまだお若いのにそのなんてその施設のまあ代表でねずっと運営されてるということで、まあ子どもさんのその英語の 教師とかいろいろあるんですね、はい、先生もこう雇われて、そうですね、でそれで10名ぐらいの方々と一緒にその学校を切り盛りしながらということで、はい、代表運営責任者宮安博子さんって書いてますもんねこれね。いや、あの肩書きだけは立派なんですけど、いやでも立派ですもんね。でこうカンボジアの東部カンボジア行って、まあ、ご両親こちらにね残して行かれて、はい、で向こうでやっぱ子供たちの目を見てて、はい、もう私がずっと ここを守らなあかんっていう強い使命感でね今まあされてるって聞いたんですけども ね、日本に帰ってくるのが、まあ、その何か理由があってこう帰ってこられてるということで、まあ、今回も告示の、ね、ことでしていただくんですけども、はいはい、その絵画展もこうされてるという、その運営資金になるんですかね、それは。そうですね、うん、まずカンボジアの学校ではその美術とかっていう授業がないんですよ、うん、まあ、音楽も体育もなんですけど、うん、そういう授業がなくて、それででもやっぱり子どもの時にそういう経験させたいなっていうのがあったので、うん、学校でないなら院の中でやってしまおうかなっていうことで、それでまあ週に何回かですけど、うん、あの絵画教室を3年ぐらい前から開いていて、うん、でその中でやっぱり子どもたちの絵がすごく面白いものを描けるようになってきて、で子どものまあ成長とかを、うん、あの日本にいる支援者の方にも見ていただきたいというのがまず第一の思い で、ね、でただまあそれであの絵画を販売したりとか、うん、あとはあのオリジナルのグッズがあるので、うん、そういうものをその場で販売させていただくことで、うん、また自分たちで運営費を生み出したいなという、うん、そういうことでまあ始めた絵画展なんですけ ど、ね、はい、まあでもその絵画の絵も見させていただきましたけども、まあ、こういう言い方をしたらどうなんかな、ふさわしいかどうか分かりませんが、今の日本の子どもさんのなんていう目のきらめきというか輝きというかキラキラ感というか、そこを忘れかけてるものを持ってますよね、うん、だからそのやりたくてもできない子どもたちなんですもん ね、はい、そうですね、そこにこう絵の具を与えてもらえて、はい、その感謝を持って、はい、やってる僕ね、その写真見させてもらったでしょ、はい、なんかうるってくるんですよあれを見てるだけで。だからもう日本なんか豊かすぎて当たり前とか、物を与えられて当たり前とか、学校で教育を義務教育を受けるのは当たり前とかっていう、はい、ね、もちろんそれでずっと来てますよね、はい、だからある種そういう部分ではこの忘れかけてる部分を、非常に大切な部分をね、あの子どもさんたちが教えてくれてるようなね、そんな感じに僕は受けたんですよね、はい、うん、そうですね、やっぱりあの最初は絵を描く道具もどんなものがあるとかっていうのも知らない子たちだったので、うんうん、あの私たちは多分物心ついた時に家でも、うん、幼稚園とかでもクレヨンとか与えられて、ね、ありましたもんね、うんうん、あったと思うんですけど、だから絵を描きなさいと言われても別に何も考えずにさらっとこう、うんうん、落書きでも描いたと思うんですけど、うん、あのやっぱりそういうことを全然してない子たちなので、うん、色を混ぜると色が変わるっていうことも知らなくて、うん、でそういうのを一個一個分かっていく中で、あの子たちがすごくあの楽しんだりとか、うん、いい表情を見せてくれたりとか、うん、で、まあ、情報がね少ないっていうのもあるので、うん、なんかこう一つ一つのことが彼らにとってはすごく大きな体験なのかなっていうふうに思います、うん、そうですね、一回ちょっとその今その言われたね、あの写真ね、僕ちょっとさっき写真見てもらいましょうかね、はい、それの方が多分ご覧になっている皆さんのイメージがね膨らむと思いますんでね、このね、はい、この写真ね、あの、はい、なんて言うんでしょう、吸い込まれますね。そうですか、うん、あの奥で見てる人が先生ですか。はい、先生です、カンボジア人の先生なんですけど、あの、なんか絵の具のチューブから何かをこう出そうという、はい、ところと、はい、 ね、その左側の女の子こうね、はい、と描いてる、ああいうの見てるとね、はい、そうですね、うん、あの、まあ、これはもうだいぶ慣れてきてからの感じで、うんうん、最初の頃はね、あの1枚 の、 その絵紙いっぱいに絵を描くということもできなかったので、うん、まあ、この写真なんかだとねもういっぱいに描いてますけど、うん、はいはい、
あの端っこの方にちょこっと描いたりとか、 あ、はい、あと色も塗りなさいって言ったら一色しか塗れなかったりとか、うん、だったんですけど、今本当にね、あの鮮やかでカラフルな絵を描いてくれるようになりましたね。でそのいろんな、まあ、作品というか描いた子どもたちの絵が、はい、まあ、あの絵を見ていただいて、はい、でまあ、気に入っていただいたら、まあ、その買ってくださいと、はい、でまあ、その買うというイコールそのお金で、はい、まあ、活動資金になるわけやから、はい、まあ、いうことで、ね、支援してくださいということの活動やと思うんですけども、はい、それが今度絵画展としてはその、はい、和歌山であるわけですね、はい、そうですね、東京院でしたよね、はい、和歌山がね実は一番最後、はい、あ最後なんや、なんか一番最初はあの東京で、はい、東京で、はい、あの7月2日から、15日までですね、ちょっと場所どこで言ってくる、場所は、はい、東京の、日本 ASEAN センターっていうところなんですけど、うん、はい、地下鉄の三田線、うん、おなりもん駅っていうところの、うん、からあのもう徒歩1分で、はい、あそこやね、はい、行ったことないわけで、ご覧の皆さんにえらい不親切なわけで申し訳ない、まあ、とりあえず東京の、はい、日本 ASEAN センターで、日本 ASEAN センター、はい、西にもう一回でお願いします、はい、7月の2日はあの初日なので午後からになります、はい、午後2時からになります、うん、で、それから、15日までですね。ただあの間に、2日の初日の土曜日はやってるんですけど、3日で9日10日の土日はあの ASEAN センターが休館なので、うん、お休みになります、はい、で東京が7月2日から7月15日ということですね、はい、でその次が神戸でしたね、はい、神戸です、ね、神戸は、はい、神戸は7月の25日から31日までです。31日ですね、はい、はい、江南大学の中の施設で、江南大学の施設の中ですね、はいはい、そしてで最後があの和歌山なんですけど東急院で、はいはい、8月の5、6、7、3日間になります。5、6、7ですね、はい、はい、それが和歌山東急院ですね、はいはい、時間は10時ぐらいから5時ぐらいまででしたね。そうですね、10時から5時で、はい、10時5時で、はい、はい、ということでご覧の皆さんね、あのどこで見ていただいてるかは分かりませんし、あのね、遠方の方も見ていただいていることがあるので、はい、まあ、東京は7月2日から7月15日で、また問い合わせとかいろいろあると思いますので、もうそういうこと、そういう方はあの目安さんのホームページもありますよね、はい、そちらに電話番号も載ってると思うので、はい、まあ、あの何かお問い合わせがあればそちらの方に、ね、はい、お願いいたしま す、 お願いします。目安ひろこさんで調べたら砂大工前個人で調べたらホームページ出ますからね、はい、すぐ出ますので、はい、ぜひぜひそういう検索をしてください。今はそこにタイトル貼ってますんでね、はい、もうずっとそれ見ていただいて分かると思いますね、はいはい、まあ、その8月和歌山地元では8月5、6、7の、うん、東京院のその絵画展僕も行かせてもらうと思うんですけども、はい、大体その絵画のその写真じゃない、あの絵、ね、絵はいくつぐらいあるんですか。今回は約150点ぐらい、150、はい、持ってきていて、で大きいサイズのものは、はい、1枚ずつなので、はい、26点になるんですね。子供27名いるんですけど、はい、1人は、あまり好きじゃないって言って書いてないので、はい、26人で1人、まあ、1枚ずつ代表作っていう形で大きいものを持ってきていて、でそれ以外にこのポストカードサイズの小さいものを、きちんとこう額装したものが100点あるんですよ。100点ね、はい、でそれ以外に何十点か、マットだけつけたものを持ってきているので、だいたい150ぐらいです。すごいな。まあでも1年の間でこんだけまたね、いろいろ活動の範囲も広がって、そうですね、和歌山にいてる期間がもうほとんど3日しかないってことで、そうですね、あんまり帰ってきてもいつもあちこち行ってるので、うんうんうん、はい、ないですね。ほんならもう昨日今日明日、そうですね、もっと早く帰っては来てたんですけど、はいはい、まあ、いろんな仕事もあって、うんうん、大阪行かせてもらったりとかで、うんうんうん、はい、そうなんです。休んでる間ないんじゃまだな。そうですね、でもそれをしに日本に帰ってきてるんで、はい、責任感強いねまあでもさっきもちょっと話してたんやけど、 お父ちゃん寂しい思いしてますよそうですね、ほんまに僕も娘ね持って、あそうよ、ほんでちょうど後輩なの、はい、娘行ってる学校、はい、うん、そうですね、そういうことでね、はい、
それは寂しがってると思う。たまには お父さんの日の時に帰って、あのそんな話せへんのですか。そうですね、まあでもあの今ね、うん、インターネットがあのいろいろあるんで、うん、まあ、スカイプで話したりとか、はい、まあ、私よりもあの、うん、息子と話したいみたいですけど。なるほどね、はい、ね、写真送ったりとか、うん、そういうのしてるのでちょこちょこコミュニケーションは取ってます。取ってますか、はい。まあなんかでもあのこれも先ちょっとそう少しの自分の中の頭のイメージの偏見か分からへんけども、カンボジアって聞いたらなんかそのインターネットスカイプとかそんなほんまにやってるかなとか、はい、そうですね、そういうちょっとイメージもあったりしたんだけど、あのでもやっぱりこう意外とこの数年で、うん、もしかしたらネット環境は、まあ、通信速度はこっちの方が早いですけど、うんうん、あのいろんな場所でできるっていうのは、うん、あの向こうの方がいいかもしれないですね。ちょっとしたカフェとかそういうところでもフリーの無線飛んでるんで、別にどっかの会社と契約とかしてなくても、うん、あの使えてしまうんですよ。あら、それはどう、ええな、うん、ですか。そうなんですよ、うんうん、だからあのお店の人にパスワードだけ聞いて入れてしまえば、うん、もうすぐそこで使えるので、うん、だから私もあの iPod タッチ持ってて、うんうん、ね、日本の方ねみんな iPhone 持ってて、うん、その辺どこでも、うんうん、あのネットしますけど、うん、カンボジアの場合 iPhone よりもタッチで全然いけてしまうっていうのがあって、あ、そうですか、はい、まあ、意外とあのすごくそのまあ、こんなに言ったら急成長する国。そうです ね、あの10年でコロッと変わってしまったって。変わりました。10年前はあのインターネットがアナログ回線だったんですよ。あのピーピョロロロっていうやつですねはい、はい、あれでやっていて、はいはい、で全然あのメール一通も受信するのに何十分もかかってっていう、うん、もう写真なんか添付されると、うん、一生無理っていう、ね、感じだったんですけど、うん、あのそれがあっという間にいろいろと変わってきて、で今はもうそうですね、あの YouTube とかも普通に見れてしまうような、うん、はい、街並み自体はどうですか。あのやっぱりその田舎というかな、やっぱり都会と田舎ってあると思うんですか。そうですね、あの、まあ、個人があるところの辺は割と街中なので、街中です、はい、あの最近はねスーパーマーケットもありますし、うん、で、あの、まあ、アンコールワットがある街なので、うん、観光客が多いんですよ、うん、だから、まあ、そういう人たち向けのレストランとかホテルっていうのがものすごくたくさんあって、うん、はいはい、あの日本にいるよりも、うん、あのいいようなホテル、あのプールがあってっていうリゾートホテルみたいなのがたくさんあるので、想像できへん。あ、そう、はい、へえ、そうですね、だからちょっと贅沢したい時はそこのラウンジに行ってお茶するとか、それでも日本よりだいぶ安いので。あ、そう、はい、そういう楽しみ方も息抜きの仕方もできます。ぜひあの連れてください、はい、ぜひね、なんかその単車とかもすごく今要素走ってるって言ってましたもんね。そうですね、車とバイクがものすごく多くなって、い、ね、はい、まあ、道が良くなったのと、あとは平和になった、まあ、印象が強くなってくると、うんうんうん、その観光客が増えて、はい、で以前はあの国内線の移動もしないとは、うんうん、あの私たちの街に来れなかったのが、うんうんうん、今一応ね、あのタイとかベトナムからでも直接この街に入れるので、うんうん、それで観光客も増えて、そういう意味でその街だけが結構こう豊かになってしまって、うんうん、街中の人だけで、その周辺の農村の人とはちょっとまた格差が広がってるような感じですね。そうですか、まあ、そのやっぱりこう日本に、まあ、そのあの僕だけが思ってるか分かりませんしね、あのやっぱりこう行ってみたいと思えるようになってくると、本当にそんだけ ねみんな行ってくれるからね、はい、あのぜひそうやって、僕はちょっとやっぱりどうしてもそんなイメージがあったので、はい、こう、うん、10年前だと気軽に遊びにおいでよって友達にも言えなかったんですけど、うん、はいはい、今逆になんで来ないのっていうぐらいの、はい、らしいです皆さん。なのでぜひあのまあ変な話、日本のええとこってコンビニある程度ぐらいもんでて、最近ほんま何がええんかなと思ったら便利は便利なんですよ。そうですね、どこ行っても、まあ、あのトイレはあるとかあるんやけど、そうかってそこやからで楽しめるかっていうのはまた違って、そうですね、まあ自動販売機はあるとかねいうのは日本にそうあるんやけども、はい、そんだけまあでもいろんな部分で進んでたら、はいはい、楽しめていいですね。そうです ねあのちょっと行こうか今度ね、スタッフとぜひぜひ、もうやっぱりそういうところをきちっとね生放映をしたいね、はい、だから向こうからでもできるわけだからね。そうですね、うん、本当にそんなことも考えてやりましょう、はい、ね、いうことで写真とかあの一回ちょっとまたあの見てもらいましょうかね。やっぱりねあの
こう見てね、あの映像を見て、はい、このちょっと公園の、はい、説明をね、やっぱりせっかく、ね、ひろこさんがね担当されることを、はい、僕がわからないことを教えてもらわなかったのでね、はい、じゃあ1枚ずつ、これあの卵を運んでるとこなんですけど、あの院内に養鶏場を作っていて、はい、鶏を300羽ぐらい飼ってるんですね。で、あのこれはあの卵取りたくてっていうことではなくて、うん、あの中に同時に畑もあるので、その畑に入れる堆肥を取るためにあの鶏を飼い始めたんですけど、なんか思いのほか卵が生まれすぎてあの1日200個とか200個以上とか取れるので、あの、まあ、子供たちが夕方になるとそれを回収して、うん、であの帳面にこう今日何個取れたっていうのを書くんですけど、でその後あの自分たちで食べたり、うん、余ったものは外のレストランとか、うん、そういうところに販売させていただいて、はい、まあ、一応収入にしてるという、はい、なるほど、いい笑顔やなこの子ね、かわいいです、かわいいね、はい、あれこれは多分ね、本当は掃除の時間のはずなんですけど、うんうんうん、あの掃除してる時にたまたまお面を見つけてしまって遊んじゃったみたいな子ですね。子供らしいっていうかな、そうですね、うん、はい、あとあのうち番犬も兼ねてなんですけど、うんうん、犬を20匹ぐらい、20匹、はい、あの敷地が4000坪ぐらいかな、4000坪ある、はい、ぐらいあるんですよ、うん、それでこう結構、まあ、カンボジア治安の問題とかもあるので、うんうん、まあ、犬をたくさん飼っていて、うんうん、で外部の人が入ってくるとすごく吠えるんですけど、うんうん、その犬を洗ってるところですね、うん、みんな仲良しです、かわいいな、はい、でもちょっとこう見たら日本の昭和のね、ああそうですね、似てるけどね、はい、あとこれはね、大きいね、そうですね、中学生は自転車で学校に行ってるので、うん、これちょうど登校するところの風景ですね、うん、結構な、今施設に何人ぐらいいたのか、27人、27人いらっしゃる、はい、あ、そっかそっか、さっきね、はい、そうですね、あとここは台所なんですけど、うん、うち調理スタッフ一人いるんですけど、うん、その人に全部やってもらうんじゃなくて、うん、子供たち当番で必ず料理のお手伝いもさせてるんですね、でその料理してるとこです、なるほど、手分けを出してね、はいはい、そうですね、はい、でこれご飯食べてるとこなんですけど、うんうん、こういうオープンスペースのところが食堂になっていて、うんうん、3つグループに分けてリーダーを置いて、はい、でこうちっちゃい子の面倒も見ながら一緒にご飯を食べるっていう感じになっていて、とにかく料理も掃除も洗濯もこういうご飯の後片付けとか準備とか、うん、そういうのも全部みんなでできることは自分でやりましょうということで、大人が全部やってあげるっていうことはしないです、うんうん、まあ、ちょっと今こう軽くいろいろ説明を聞いていただいている中で、見ていただいている中でもそうなんですけども、あれですね、やっぱり言葉の中に淡々と言われてますけど、昔やっぱり僕らおじいちゃんおばあちゃんに育った時のしきたりとかいろいろあるじゃないですか、家訓とか、はい、まあ、そういう忘れかけてる感覚が非常にその、はい、今ありますね、聞いてると ね、 そうですね、うん、なんか、まあ、こんな言い方したらまだお若いんやけど、お母さんっていう感じの、ちょっと怒ったら怖いかなっていうぐらいの、多分施設の中ではそういうこともあるんやと思う、ひろこさん自身は僕は知ってるからあれやけども、知らない人がしたらかなりのやっぱりそのしつけの厳しさもあるんでしょうね、そうですね、うん、やっぱりこの子たち親を頼ることができない環境にいる子なので、うんうんうん、はい、自立した後のことを考えると、うん、やっぱり一人で何でも、うん、ある程度基本的な生活習慣と、うんうん、それからカンボジアで生きていくためにそのカンボジア語、うんうん、ですね、の読み書きと、うん、でプラスその、例えばパソコンだったりとか、うん、あとは語学だったりとかっていうことで仕事を得るっていうことを身につけさせないといけないので、うんうん、どうしても厳しくなります、はい、一回その厳しいあたりのひろこさんを後で見ていただきたいなと思うんですけど、はい、ちょっとまあね、これご覧になってる方でいろいろとその聞いてみたいこととかね、いろんなその今までの感想をねちょっと聞いてみたいなと思います。ツイッターなんかでそんな書き込んでいただいたりねしていただけてありがたいんですけども、ちょっと休憩取りましてね、でそのそこら辺のなんて言うんでしょう、真意というんでしょうか、はい、このもうちょっとこう奥の深い
ところを引き出してみたいなと思いますので、ね、はい、じゃあちょっと休憩5分ぐらい取りましょうか、はい、ね、じゃあもう一回ね再開させていきますので、ね、しばらくその間にちょっと何かご要望とかあればご意見いただけたらねありがたいと思います。ではよろしくお願いします。